バーチャルスイッチングシステムはインターネット上でのレイヤー3スイッチの上長化技術である。2台のスイッチを専用モジュールにより接続することで仮想的に1台として扱えるため容易に上長化が行える。2007年後半に登場した技術である。VSS の構成従来の方法ではレイヤー3スイッチに障害が発生した場合に備えて VRRP や STP などを複雑に設定する必要があったが VSS では単に VSS 専用モジュールを備えた2台のレイヤー3スイッチをそれらのモジュールで接続するだけで仮想的な1台のレイヤー3スイッチとして動作が可能になり仮に1台に障害が発生しても残る1台がすべての機能を引き受ける VSS では VRRP 使用時のようにバックアップ機や予備機と 呼ばれるレイヤー3スイッチは、生まれず、平常時には2台ともデータ転送に使用でき、リンクアグリゲーションを使えば構成するすべてのリンクが、使用できる。2007年末現在はまだ、米シスコシステムズ社のプロプライエタリな上調化システムであるが、同様のシステムが一般化することが待たれる。半沢里市 VSS、日経ネットワーク2008年1月号、P31、 ありがとうございます。